ショーケースの中が可愛いで溢れてます、うん、今日から始まりました新潟一番全国グルメフェスティバル、その初日の会場から生中継でお届けしてまいります。さあ続いてご紹介するのは兵庫県のお店ボスネコさん、なんとグルフェス初出店のお店です。店名にも猫と入っている通り、こちらで扱っているスイーツどれも、ね、猫の形をしているんですよ。最近猫人気も高まってますから、猫好きにはたまらないですよね。で人気なのが猫型のチーズタルトということで、味が6種類あるんですが、私の手元にティラミスをご用意いただきました。これもうね手で持ってガブッと食べていいよということなので、店先で失礼してガブリといただきます。面白い、猫の形、いっぱい詰まってクリームたっぷり、あのね周りのタルト生地もほんのりこうしっとりした感じがあって、はいはい、でたっぷりしたこのクリームもティラミスいただいたんで、このコーヒーの風味と相まってね上品な甘さ、これあの見た目の可愛さからまず食べる前に写真撮りたくなる、そんなスイーツですね。お土産にも人気が出そうですよ。ありがとうございました。さあこのように全国各地の美味しいものがずらりと勢ぞろいするのがこの新潟一番全国グルメフェスティバルです。今日から第1弾がスタートとしたということで、もう張り切って私スタジオ飛び出してますからね、そうですね、お伝えしてまいりますよ、うん、続いてもスイーツのお店でございます。こちらもグルフェス初出店のお店、エンネさん、鹿児島県のチーズケーキの専門店ということなんですが、なんと材料にこだわっておりまして、うん、奄美大島の黒糖ですとか、うん、国産の材料などに、ね、こだわって作っていらっしゃるということなんですよ。見た目も美しい中でもちろんいただくのはこのエンネのチーズケーキ、今日はハーフサイズをご用意いただいています。あら、気がついたら試食用に私の手元にいつの間にかご用意していただきました。ではお、フォーク入れた感じがね、割とこうしっとりした感じ、重みのある感じ伝わってきました。いただきます。そういう系のチーズケーキ私好きですよ。口の中でこれは、口の中でとろーっとした食感に変わります、うん、でやっぱりその黒糖を使っているということでコクのある甘さでも、あのすっきりした、すっきりとした後味で、チーズケーキなんですけど酸味が強くないので、うん、大人も子供も美味しくいただける、そんなケーキとなっています。ありがとうございました。お茶受けなどにもぴったりなんじゃないでしょうか ね、 いいね、さあ美味しい、あ甘いものたっぷりとね今2品続けてご紹介させていただきましたが、はい、2品甘いもので続いたので、続いては私の大好きなお肉行こうかな、うん、お肉来ましたね、お肉、そう青森県のお店です。大安食堂さん、ここね、はいはい、塩手羽が人気のお店で、なんと八戸の朝市で行列ができるくらいの人気店ということなんですよ。そうで、こちらのお店もね、お店の奥で実際にこう揚げていらっしゃって、今ちょっとカメラさん見てください、もし油の中で美味しそうにお肉がたくさん踊っております。すごいでしょ、大変な人気なの。国産の手羽先をねカリッとこのように揚げてるということで、手元にご用意いただいたんで、こちらも失礼して私いただきます。甘いものの後しょっぱいのちょっといきたくもなりますからね。大きい、みんな味わってください、うん、どうですか、あのね、うん、周りカリッと軽い食感なんですよ、うん、だからこそ中のお肉のジューシーさがより伝わってきますね、うん、でお塩で味付けされてるので、うん、肉の甘みとか旨みっていうのもまた強く感じるんですよ、うん、これ最高、ご飯のお供にも、大人の方はビールと一緒にいただいても美味しいんじゃないかなと思いますよ。最高です、美味しいですよ。ドラさん、はい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 、こっちにもっと美味しいお店たくさんありますよ。じゃあ武さんにちょっとバトンタッチしていいですか。はい、それではご紹介していきます。続いては三重県のミートショップ大里さんにお邪魔しております。こちらは三重県といえばの松阪牛を贅沢に使った商品がたくさんあるんですが、今回はメンチカツでご用意いただきました。いいですね。
さあちょっと近づいていただきますね。すごい大きいですね、一つがね。そして思いっきり一口ガブリといきましたけれども、ゆっくり味わっていいですからね。絶対これお肉たくさん詰まってますよね。30秒ぐらい喋れないぐらい今口の中に。すごいですね、この断面。すごい断面、見応えありますよ。おいしい。そろそろ喋れるかな。もうちょっとまだかもしれない。中身すごいぎっしり詰まっていてね、松阪牛、はい、ガツンと肉の旨みがストレートに感じられました、はい、もうストレート受け止めてたもんね。これソースかけても美味しいみたいなので、ぜひ2つ買って両方試してみてください。そのままとソースがけで2回楽しめる。その他にもコロッケや牛すじ煮込み、カルビやステーキなど松阪牛を贅沢に使った商品がたくさん並んでいますよ。ぜひ立ち寄ってみてください。さあお肉たくさん紹介しましたが、はい、次はやっぱりお肉ときたらお魚ですよね。天下の台所、大阪府のサバやトロサバ寿司をご紹介します。ご覧ください、たくさんサバ寿司あるんですが、はい、焼きのものもありますし、ただ今回いただくのはこの生の松前風トロサバ寿司です。うわ肉厚。はい、ご用意いただきました。今回はその中でも真ん中のマグロでいう中トロの部位、一番脂が乗ってる部分をいただきます。いや、ご飯よりもなんかね、サバの方が厚いぐらいに感じる。うん、いやこれ一口でもだいぶ満足感がありそうですよね。食べ応えこれはあるんじゃないですか。いやすごい立派なサバですよ。あ、すごい、うん、あのとろっと脂はたくさん乗ってるんですけど、うん、昆布がしっかり効いていて、うん、さっぱり感じることができて、うん、いやもう止まらないです。尾っぽと頭の部分はまた違った味が楽しめるということなので、もう丸々一本食べてから、はい、あの帰らせていただこうと思います。しっかり楽しんでますね。はい、そしてここまでも贅沢にたくさん食べさせていただいてるんですけども、ちょっと一つ紹介したいお店があるので、はい、紹介させてください。次は何でしょう。岐阜県の飛騨天狗さんです。飛騨牛弁当をたくさん種類取り揃えているんですけど、岐阜の自然で育った飛騨牛、とろけるような食感が楽しめるみたいで、特に今回ご紹介するこのロース焼きしゃぶ弁当は肩ロースを薄く切って、もう噛んでるか噛んでないか分からないぐらい柔らかいみたいなんですよ。そんな歯がいらないみたいなお肉の話聞いちゃったらもう食べないわけにはいかないですよね。僕が食べられると思ってたんですけど、いえ、あのこれ台本通りの展開です。ディレクターが私に忖度をしてこういう流れを考えてくれたので、ではごめんね、はい、そんな悲しそうな目でこっちを見ないで悪気になっちゃうじゃん。台本通りです。いただきます。いやここはね、ゼルメ番長に食べてもらわないと。たくみアナなんか涙流してるみたいに見える。もうまる目を大きく開いて、どうです、本当に柔らかい、ちょっとお醤油ベースの味付けなので肉の甘みもよく引き立ってます、最高です。さあまだまだ美味しいものをご紹介していきますので、お楽しみに。もうお腹空いてくるくらいの美味しいものが登場してますね。見てるだけでね、はい、お腹空いてきました。また後ほど伝えていただきましょう。はい、しょう、たくみさん、はい、お弁当いっぱいに詰め込まれてますけど、うん、うまっ、うまっ。出ました。もうこれは素直に出た馬だね、今ね。今何が起きたかって言いますと、はい、口に入れた瞬間にふわっ、じゅわーで馬です、今の。あ、それが一瞬時に出たよね。これすごいですよ、これもう、うん、瞬間的に本当に反応して出た、ね、今の、ね、表情でしたね。反射的な反応。このお肉もいただきます。そうですね、尾崎牛。尾崎牛、どうでしょう。あ、タレの味も甘辛くてしっかりついてるんですけど、お肉自体の旨みもこうぐーっときて、あ、もう本当に美味しいです。本当に味が染み込んでそうだ ね、ご飯に絶対合いますね。ちょっとうなぎも食べたいんですけど、お時間がね、ちょっとあれなので、後であの美味しく食べさせていただきます。はい、続いてそしてお弁当をもう一つご紹介したいんです、はい、こちら江ノ島かのんさん、うん、私あの神奈川出身ですので、はい、江ノ島と言ったらこうちょっと馴染みがあるんですけれども、はい、やっぱり江ノ島といえば、うん、しらすですよね、うん、そのしらすを早速いただきます。はい、はい、
ちょっとね地元のね味だからまたちょっと、ね、馴染みの味でしょうか。どうでしょうか。どうですか。柔らかくて、シラスの旨みがぐわーって口中に広がってきます。しかもそのシラスだけじゃなくて、マグロ、イクラと乗ったこの江ノ島山菜弁当、贅沢。間違いないですよね。そうですね。いや、なんか食べてたらちょっと新潟にいますけど神奈川のことを思い出しちゃいました。諸橋さんはどこに行ってるんでしょうか。続いては諸橋さんです。はい。こちらはですね、ゴロゴロと大きな具材がたっぷり乗ったピッツァでございます。兵庫県はおうちピザピッコロッソさんはこのように美味しいピザを、ね、冷凍販売しているお店なんですよ。本格的な神戸ピザをおうちで手軽に味わえるということで大変に人気なんですが、これカメラさんいいとこやった。これがですね塩バター&モッツァレラという一枚なんですが、なんと新潟伊勢丹には初登場となる一枚なんだそうです。これあのぜひね何度もねこちらでお買い物されていろんなピザ味わったという方、これ今回初めて登場していますのでぜひチェックしてみてください。さあこのようにね改めて思うんです、グルフェスは冷凍保存もできるんだなって。だってここでね出来たての美味しいものをお家に持って帰ってその場ですぐ味わうのももちろんグルフェスだし、あのピコロスさんのピザみたいに冷凍販売されているものを長く冷凍庫にね置いといてまた気がついた時にあ食べようって思って味わえる、そういうのも魅力なんですよね。でご無沙汰してます。その話をしてて到着したのが広島県のオイル&オイスター、もうこの方に会いたかった倉崎のママです。看板娘今回も来ていただいてありがとうございます。頑張ってきました。ありがとうございます。今年はね牡蠣の出来が悪くてねやっと、ね、いい牡蠣になりましたので。そうですか。じゃあ美味しい商品にまた仕上がってますね。はい、このね何といってもこの瓶詰めオイル&オイスターがこちらのお店のもう倉崎さんの看板商品の一つということなんですけれども、はい、それをね私も何度もいただいたことがあるんですが改めてその味を1年に一度確かめなければならないということで手元にご用意いただいております。ところに刻まないともう多分ダメなんだろうね。もらしたね。そうです。もうこれは、ね、食べずには帰れない。いただきます。心で食べてほしいですね。本当に大きいんですよねこの牡蠣がね。ゆっくりもうすごい染み渡ってるんじゃないですか。1年ぶりのもう来たという感じでしょうね。これです。これ、はい、あとね牡蠣がギュッとこう凝縮された旨味がダイレクトに口に、ね、伝わってくるんですよ。でこのオイル漬けになっているので油にもやっぱり旨味が溶け出てますよね。最後のもやし炒めしてください。あ、油でもやし炒めしても美味しいということですのでね、ぜひ最後の油の一滴まで皆さん美味しく召し上がってください。ママどうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。さあ今日初日を迎えましたこの新潟一番全国グルメフェスティバルなんですけど、なんと3年ぶりにコラボ商品が誕生したんです、はい、ということでお世話になったのが広島県の島の駅しまなみ1、ここで新潟一番のオリジナルのジュース作っていただきました。よろしくお願いします。散々お世話になったのが竹内さんです。お世話になりました。こちらこそありがとうございます。竹内さん、あの私なりにいろいろ配合を変えて組み合わせてみたんですけど、はい、この新潟一番とのコラボのミックスジュースどうでしょう。味は見てください。売れ行きも、はい、もう何度も足してるんですけど、あの状態です、皆さんじゃ結構買ってくださってるんですね、そうなんです。竹内さんジュース飲んでどうでした。いやあのここに来るまで飲んでなかったんです。実は本当製造するのが一生懸命で、じゃあ私からこの組み合わせでお願いしますって言って皆さん飲まずにすぐ製造そんな話ありますね。どれだけあのここに来てちょっと舌が信頼されるか飲んだらまあ最高です。あ、よかった。最高って言ってもらえるとよかったですよ。うちの岡口もグッて。ありがとうございます。売れ行きもいいっていうことですもんね。小田さん、それ僕飲みたいです。あれからしらす食べてたじゃん。いやちょそれもいただきたいです。諸橋さんが作ったんですもん。だってじゃあどうぞ飲んでみてください。ありがとうございます。いただきます。新潟一番のオリジナルミックスでございます。どうでしょうか、みかんの甘みがガツンときた後に、最後は酸味の爽やかさ、これこの後の夏にぴったりですね。そう、そこポイントに作ったのよ。やっぱりこう甘いだけじゃなく
くて少し酸味も欲しいなと考えて、あ、違う方でしたね、ごめんなさい。これ瀬戸かにペット君の、ね、シールが貼ってあるんですけど、瀬戸かという品種のものですね。ありがとうございます。じゃあ竹内さん瀬戸か持っていただいて、こっちがあのオリジナルミックス、あのその場で飲めるタイプ、今ね、あの匠さんに飲んでいただいたその場で飲めるタイプと、このように冷凍販売されているタイプ、2タイプ販売されてますので、皆さんぜひその場でも、そしてお家に帰ってからも味わっていただければと思います。竹内さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、新潟一番全国グルメフェスティバル、今日から始まりましたが、第1弾は14日まで、そして第2弾は15日から行われます。ここ新潟伊勢丹第 6階の、はい、催し物場で行っております。はい、ぜひ皆さんお越しください。初めてのグルフェス、匠さんいかがでしたか？新潟にいるのに全国に飛び回ったような気分になって、なんか幸せな体験させてもらいました。明日も明後日も来たくなっちゃう。明日も来ます。あ、明日も来ます。あ、中継だ、はい、明日も匠さんは中継です。じゃあ今日はここまでとなります。はい、以上、グルフェス会場からでした。ありがとうございます。ありがとうございました。美味しそうだった。